イミングが良ければ定食がこんな感じになります。おかわりもやってるんですか？3杯までね。うわー、こちら390円。はい、どうもポンポンです。ということでやってまいりました、大阪は門真市京阪電車大和田駅から徒歩7-8分、ボリューム満点の定食で500円。大和田駅周辺は学生時代よく来てたんですけど、意外とスナックが多い。ほらほら、昼から歌ってるやん。本日はこちら、定食500円弁当390円のアゲインさん。今チラッと開けてみたらほぼ満席で、一回閉めてしまいました。もうちょっと席のスペースが空くまで待ちたいと思います。YouTuber しない？ご飯おかわりはした？はい、いっぱいです。国際の学生さんは400円なんですか、定食が？そうよ。じゃあ何します？ハンバーグで。ハンバーグも出ちゃったんで。でも1個だけあげようか、おまけで。あ、そんな。唐揚げ、はい、ありますか？お願いします。メニューは定食どれでも500円、小鉢3品付き。ハンバーグが人気でもう完売したということなので唐揚げにしました。え、カレーも安っ。その手前にバンバン、ここから足とこうね、見下げに行ってね。あれよ、あれ線抜きある、線抜きあるよ。どこに？2段目。ちゃんとラップに包まれてる。あの奥のトレー前に、ありがとうございます。じゃあここにない。あった、すごい盛り盛り、ありがとうございます。すげえ。はい、もらおうか。唐揚げ定食、ご飯と小鉢3品、漬物とお味噌汁までついて500円。ハンバーグあと1個ということだと特別に出していただきました。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、こんな感じでやってます。いつもは2人なんよ。あ、そうなんですか。年寄り2人でしてんの。あと、いや、そんな年寄りは。お母さんまだご飯食べてないじゃん。食べてないよ。いや、何しましょう。多いから、うちなら何しよう。わあ、煮込みハンバーグ、美味しそうな。ご飯。はい。入れましょうか。入れましょうか。おかわりもやってるんですか？3杯までね。無料ね。3杯まで無料？ご飯おかわり3杯無料って聞いたことない。まずサバ焼きましょうか。うん。米を干してます。小鉢だけ何種類ぐらいこう。もう分かれへんね。今日は何種類やろ。今日10種類やね。うわ。どうぞ。もらえすぎ。はい、店なんですよ。だいたいできたての時はみんなその時に。特別じゃないで。ああ、YouTube 特別じゃないです。タイミングがいい時はもらえる。出てきますから。はい。ああ、こう小鉢みたいになってますよ。初めて、はい、ね、すごいサービス多くてびっくりしません。そうですね。ね、ここまでやってもらっていいのかな。ね、タイミングが良ければ定食がこんな感じになります。唐揚げも揚げたてでしたからね。全部注文入ってからですね。はい。うん。うん。でも毎日食べてるんでしょ。違うよ。毎日飲んでるんでしょ。全部手作りなんですよね。はい、ほこほこ。
さあ、うん、お味噌汁も美味しい。あ、味噌は手作りです。そこら辺の味噌汁と違うと思いました。はい、はい、ありがとうございます。これだけ小鉢が多くて、でお客様の数も多くてなんで、これ洗い物もめっちゃ大変ですよね。ショート天気もあるし、仕事がお早い。でこちらがあれですか、390円のお弁当ですか。そうです、はい、うわー、もりもり。宣伝してこれやろう。いやもう重そうでしたもんね、今持ってこられる時も。わあ、こちら390円。いやもう白ご飯の量。あ、これちょっと大盛りやけど。あ、大盛りは一緒、はい、え、大盛りも値段一緒なんですか。こちらが唐揚げ弁当。こちらが豚しゃぶ弁当。しゃぶの量、配達もされてるんですね。はい、ウーバージージ。あ、ウーバージージがいるんですか。はい、ボリュームだけじゃなくても味もしっかり美味しい。アレクサ、ラジオつけて。うん、トンカツまた頼んでて、トンカツあげたり。うちが短大時代に近くにあったら毎日通ってました、絶対。ほんまに。うん、孫が国産に行ってる、その関係で、はい、孫が食べに来るでしょ、だからここしてんだね。お孫さんの喜ぶ方が見たいというか、まあ嬉しい、まあ、きっかけはね。卒業したら辞める。え、そうなんですか。ハンバーガー屋すんねん、今度。えぇ、ー、青ハンバーガー屋。素敵なぁ。ばあちゃんとしょって彼に昨日言うてくれた。かわいい。かわいいよ。すいません。これ弁当用やからね。ありがとうございます。はい、これも、うん、ママさんがつけた。はい。うわ。じゃあ白ご飯。これどうやろう？これピット押す。ああ、うま。乾杯。うわ。あくび出た。うん、甘くて美味しい。うん。楽しく美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。母のアジア芸人です。待ってまーす。待ってまーす。テレビ慣れしてきてんの、はい、あ確かに。ということで本日は門真市にある定食500円弁当390円の母のアジアゲインさんに行ってきました。営業時間はこちら。ママさんを筆頭にお店の方々みんなアットホームすぎて最高のお店でした。500円で腹パンになるぐらいたらふくいただける定食、ぜひ皆様母の味アゲインさん行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。母の味アゲインさん最高やんと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくアゲイン。定食500円なんとボリューム満点の定食が500円。いや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 、これは違うやろ。これは罰やね。これは広告です。大阪宮川市ポポンさんのこれ私なんか何ですとかに思う、これやな、はい、うん。